あ、まずは FIFA 女子ワールドカップからです。一発勝負の決勝トーナメントへとこぎ出したなでしこジャパン、オレンジの波を乗り越え見事ベスト8進出です。初出場ながら決勝トーナメントまで勝ち上がってきたオランダとの一戦を迎えた日本。グループステージ最終戦から入れ替えたメンバーは6人。キーパーには前回大会正ゴールキーパーを務めたカイホリ、また澤はベンチスタートとなります。グループステージで挙げた4得点は全て前半で奪っている日本。この日も開始10分でした。宮川のクロスはどうか、中ヘリでシュート、こぼれてまだチャンスある、シュートあった、いやー素晴らしい、日本先制。最初だったので思い切り振っていこうと思って思い切り打ったら、まあ、入ったので本当に良かったです。ディフェンダー有吉の代表初ゴールで先制した日本、今度は守備からリズムを作り出します。守備のバランス、判断、決断力、これはね本当の評価すべき点だと。中盤でボールを奪うとチャンスと見るや一気にオランダゴールへ。22分には鮫島がボレーシュート。前半終了間際には大喜利のクロスに大野。前半だけで放ったシュート数13本と女王らしい試合運びを見せていきます。後半に入っても守備が光る日本、ボールを奪うと一気にカウンター。しかし攻め込みながらも追加点が奪えないと佐々木監督が動きます。チーム最年少22歳の岩渕を投入。すると直後、その岩渕が右サイドでディフェンダーを引きつけると、素早いパス回しから最後は坂口がミドルシュート。再び攻撃にリズムが生まれます。しかしここまでチャンスらしいチャンスがなかったオランダもついに反撃。31分、これだ、バット弾いたよりまだある、シュート。鮫島のあわやオンゴールのピンチもカイホリがセーブ。こぼれ球にはゴール前7人の壁を作り守りきります。このピンチを出した日本、するとわずか2分後でした。岩渕が待っているが戻して、岩渕、そして坂口のシュート、いやー素晴らしい。三山さんから自分が受けようと思ってシュート振ろうと思ったんですけど、スルーって声が聞こえたんで、自分の方が体勢良かったかなって思ったんで、まあ、スルーっていう声をかけてみたんです。見事な連携から日本が待望の追加点を奪います。その後澤を投入しチーム全員で守りを固めていく日本。しかし何が起こるのかわからないのがワールドカップの怖さ。アディショナルタイム3分、オランダの何でもないヘディングシュートはカイフリ、まさかのミス。対象ムードから一転、不穏な空気が流れる日本。さらにその直後、高さで勝るオランダのパワープレー。このピンチを何とかしのいだ日本、苦しみながらも逃げ切り、ベスト8進出を決めました。最後の最後でハラハラドキドキの場面を作ってしまいまして、まあ、あれは僕のせいですけど、はい、一番ハラハラドキドキしてるのは俺なんだけどね。そして日本の次の相手はオーストラリア。指揮官を悩ますハラハラはまだ続いてしまうかもしれません。我々がアジアでいつも戦っている今のオーストラリアじゃないことはもう確かですね。この大会で非常にこう、レベルが上がってきた、非常にこう上昇のチームだということをやっぱり確認してますので、FIFA ランキングこそ10位ですが、グループステージでは強豪をひしめく死のグループを勝ち抜く番狂わせを演じているんです。まあ、やり慣れてる相手とはいえやっぱり今勢いもありますし、まあ、すごくフォワードにも速いいい選手がいるので、そこは警戒しなきゃいけないなと思います。スピーディーな攻撃してくるし、まあ、やっぱパワーある選手、若いフレッシュな選手はすごく多い相手なので、ゼロに抑えられるように集中してしっかりやっていきたいなと思ってます。選手たちが要注意と語るスピード、それを生かした攻撃はベスト8進出を決めたブラジル戦。
ショートカウンターから一気にギアを上げ、優勝候補の一角をも乗り込みました。日本と同様、試合ごとに強さを増していくオーストラリア、運命のキックオフは4日後に迎えます。はい、有吉選手の代表初ゴール、爽快でした、ね、もう勝ち進むにつれてどんどん4年前のあの熱が蘇ってきますよね、はい。波に乗ってきたなでしこジャパンなんですが、準々決勝は28日日曜日、ブラジルを破って勝ち上がってきたオーストラリアと対戦します。連覇まであと3つということになりました。日本、まずは4日後です。